やあ、刹那健介だよ。今回は箱庭ノートパート36。ロードして、ドンと。これやっけ？これやね。前回のあらすじ。小鳥ちゃんに催眠術かけて過去の記憶を蘇らせようとしましたが、どうもなんかてんやわんやした展開になりました。てんやわんやって言うはね、俺の説明力がないけん、とりあえずごまかすためにてんやわんやって言葉でよ終わらせたけどね。まあ、どう具体的にどんな感じになったかって言うたら YouTube の方を見てくださったら幸いです。もう一つ前のパートまでアップしとんで、まあ見てほしいと思いますね。はい、まあそのてんやわんやしてからの後の話。自分の携帯からイーナさんに電話をかけてみたが繋がらず、仕方ないのでメールだけ打っておいて、僕は小鳥が目を覚ますのを待っていた。それにしてもさっきの小鳥の暴走は何だったのか。そのさっきの小鳥の暴走点が、まあ前回のパートに当たるわけです。催眠術でね、過去の記憶を読み覚まそうとしたら、まあこんな感じで暴走して、今は昏睡状態って言うほどでもないけど寝てます。そしてもう一つ、なんで僕は倒れたのか考えても仕方ないな。どうせ答えはわからない。小鳥の方はどうだろう。さっきの催眠術で少しでも何か思い出したのだろうか。まだ寝入っているその顔を覗き込む。かわいいな小鳥ちゃん、ほんとかわいいな。めちゃくちゃ遅いてーな。いや、襲ったらイズキにめちゃくちゃしばかれると思うけどやめとこう。安らかな顔で眠っているところからすると、悪い夢は見ていないようだが。夢か。倒れて寝ている間、僕は何かの夢を見ていた気がする。まだ昼ですよ。夜まで我慢。あ、そうやな。昼間に行為に及んだらあかんけんな。夜まで我慢したらあかんけんな。ああ、違うわ。そういう問題じゃないやな。それは前にも見たことがあるような。あ、そうだ。前にここで昼寝をした時に見た夢だ。なんかのパートで、そういや昼寝したけど覚えてないんだな、僕は。確かにあの時、僕はラジオを枕にしていた。ラジオを枕にしてんじゃないよ。何も聞こえないみたいな、声だラジオになるぞそれ。でもさ、これ見た感じさ、ラジオにしてはちょっとコンパクトでスマホみたいな感じなんよな。現代っていうか近未来的にはラジオやな。このラジオって敵を感知する機械だと聞いている。だとするとどういうことだろう。いや、どういうことだろうじゃないよ、ただ感知するだけなんで。考えても分かるわけない。どんどんわからないことが増えていくばかりだった。はっ、小鳥ちゃんがこんな夜の時に。夜になった。襲えるか。襲わねえわ。日が沈んだ頃になって、ようやく小鳥は目を覚ました。ようやくじゃ。これで問題は記憶戻っとるか戻ってないかっていうか、ちょっと問題点というか。やっと起きた。寝ぼけているのか、半分閉じた目で僕の方を見つめてくる。そしてようやく我に帰ったのか。凌介？そう叫びながら僕に飛びついてきた。小鳥ちゃん、夢の中で何を見たか知らんけど、抱きついてくれるんはいいよ。抱きついてくれるんはいいよ、ちょっと。このまま時が止まればいいなって僕は思ってるね。でもね、ちょっと、落ち着いて。落ち着いて。ちょっと小鳥。涼介、急に倒れた。大丈夫？大丈夫って聞いたのはこっちの方だけどな。大丈夫。大丈夫だからとりあえず離れて。本当？うん。ならいいけど。どうにか離れてくれた。ああ。一瞬だったな。一瞬の時だったな、小鳥ちゃんに抱きつかれるって。離れた後、小鳥は部屋中を見回し、僕に尋ねてくる。みんなは？帰ったよ。台風は来てるから。行けるんか？今この場所におって家に帰らんで。涼介と小鳥ちゃんも。先から雨は勢いを増し、
風が本拠地の音をガタガタと揺らしている。やばいで、外はもうすでに歩いて帰れる状態ではなくなっていた。こんな中で二人っきり、わあ、なんかドキドキするね。親には連絡を入れているので心配していないと思うが、問題はまだイリナさんと連絡を取り合えていないということだ。今日イリナさんなんか用事があるって言ってた？わからない、特に何も聞いてない。ああそう、さてどうしたものか。でこれでさ、エンターキー押してさ、ここに選択肢が出てきてさ、その中にさ、好意に及ぶとかあったら嫌やな。凌介に対して俺めちゃくちゃ不信感を覚えるな。もう侮蔑の目で見るからな、今度から。よし、選択肢出んかった、よかった。とりあえずイリナさんと連絡が取れるまでここで過ごさなければならない。しかし二人きりなのが小鳥と一緒に、なんでこの BGM 流れるかな。なんでこの BGM なのかなって言われたところ、まさかこのままイリナさんと連絡が取れないってことはないだろうな。もしそんなことになったらここで夜を明かさなければいけなくなるかもしれない。二人きりで小鳥と一緒に、いいじゃない。注意、現在17時40分くらいです。収録時間 OK ってことにしましょう。一応5時40分やって夜や、そういうことにしとこう。ああいける、いけるわ。うん、問題ない、問題ない。どうしたの凌介？これ見てみてくださいよ。相手の方は鈍感だから気づいてないんですよ、この状態に。だから大丈夫、 OK、ベリグーベリグー。何が？さっきからこっち見て難しそうな顔してるから。あ、いや別に。本当に？本当はまだ体調が悪いんじゃないの？そう言いながら小鳥はまだ僕の顔を覗き込んでくる。大丈夫だって。そう広くない空間で二人きり、台風だし誰か来ることもない。何考えてるんだバカ野郎。ゆずきの言葉を思い出す。小鳥が寝てるからって変なことするんじゃないわよ。ごめん、僕耐えられないかもしれません。わあ、外が明るい、カン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 。なんなんその反応、何を言いたいんだ君は。視聴者さんは、それじゃあ寝なきゃいいのかって、何を考えてるんだ僕は。本当に大丈夫？大丈夫。だって言うとは知るか、もう大丈夫じゃないね。緊張と赤い顔をごまかすように僕は勢いよく立ち上がった。ああ、それよりお腹空いてない？なんか作るよ僕。凌介が作るな。まあまあ簡単なものでなら僕も作れるし。じゃあ作って。なるで逃げ出すように僕は急いそ調理場へ向かった。さあ何を作るんだい。冷蔵庫の中に入っていたもので料理を始める。こちらでは床に座ったままおとなしくしてた。凌介。どうかした？さっき私夢を見た。小鳥の言葉にハッとなり、僕は手を止めて振り返る。夢？そう、暗い世界の夢。暗い世界？小鳥ちゃんも見たんだよ、平行世界の方の話。それは僕、もしかしたら僕の見た夢と同じかもしれない。それで？それでって言われてもよくわからない。でもね、私敵に負けて入院して意識がない間、ずっとあの夢を見ていたような気がする。え？あ、つまり記憶を失う前っつうか、失った後やけど、あの失うきっかけを作った敵との戦闘で負けたところから入院したところってこと？絶対なんか記憶と関係あるよね、それ記憶失った直後に見たってことだよね。関係あるね、絶対記憶と関係あるね。絶対後々
強い意味を文字始めるんじゃな、いやな、なんで、ま、なんで置いたんや、なんでちょっと飽きながら読んだんや、俺おぼろげにしか覚えていない。さっきの夢よのことを必死に思い返す。そういえばどうにか一つ思い出せる光景があった。神社、そう神社だ。僕の知っているこの島の神社とは同じだけど、どこか少し違う夢の中の神社。行き止まりの先に続く道、その先にあったのは高い塔。この前小鳥と一緒に神社に行った時、小鳥はこの先に道はないのかと僕に尋ねてきた。いや、小鳥ちゃんはこの町に、この先に道はないのかって、かっていう言い方もせんと思うけど、まあそういうことにしても来たことがあるような気がすると言っていたのは、もしかしたら夢の中での話なのかもしれない。あ、そうか、そういうことになってくるんか。だから来たことがあるような気がするって言ったんか。そうなるともっとあの夢については考えなくちゃならない。夢の共通点は、それについてはさっきも考えた。夢の共通点は多分敵である。敵？前にラジオを枕にして寝てしまった僕が見たのに言うこと、そして敵に敗れた小鳥が眠っている間見たということ、その2点から考えれば共通点が敵であると判断しても間違いはなさそうだった。でもさっきはどうして？さっきの出来事に敵は関係なかったはずだ。そうやな、催眠術、あー百歩譲って一応立場的に小鳥ちゃんは敵やけど、味方のような仲間のような感じになってきなきゃな、敵に思えんのよな。いや待てよ、よく考えてみよう。さっきの出来事の火種はひよこの催眠術だった。そしてひよこは敵と同じ電波を出せると前に聞かされている。電波？その電波を受けたらその夢を見るようになってしまう的な、なんかスピリチュアルだね、なんかスピリチュアルな話になってきてるね。なんだいね電波を受けててアンビリーバボーに投稿できるね。となれば敵やひよこを出す特殊な電波があの夢の原因になっていると推測できる。何それ？だから何なのか、夢を見る原因は分かった。でもそこで終わりにしたら意味がない。今はその先まで考えなくちゃいけない。あの夢は何なのか、あの夢の世界は何なのか、どうして咲いた島だったのか。クリスさんの話を思い出す。 P ショックとは平行世界がこの世界に干渉したものであるという推測が流されている。敵は平行世界から来ているのかもしれない。なるほどな。だとしたらあの夢の世界は平行世界の咲田島？もしそうだとしたら、この世界はひどく悲しく、そして寂しい世界だった。そういうことになるんやな。涼介、ご飯まだ？ああ、ごめん。考え事してた。小鳥に急がされ、手を動かしながら、しばらく僕は夢で見た世界のことを考えていた。小鳥ちゃん何も覚えてないんか？小鳥ちゃん結局何も覚えてなかったんか？思い出せんかったんか？ちくしょう。うん、涼介の作るご飯もなかなか。それはどうも。何作ったんだ？二人で食卓を囲み、イーナさんからの連絡を待ち続ける。まだまだ雨と風が強く、外に出ることはできない。テレビをつけながら台風情報を見つつ夕飯を食べ続ける。そういえば最近の敵はどうなの？僕が尋ねると、小鳥は手を止めてこっちを見た。この前大きいやつを倒してから戦っていない。最近出てないんじゃ。大きいやつまだ2体おるって聞いたけどな。そうなんだ。なんかイーナたち他のことで忙しいみたい。今日連絡取れないのもそれのせいかも。他のこと？まさかイーナさん婚活してるな。イーナさん婚活に力入れてるんじゃないだろうな。結婚したかったのか、あの人。結婚したいのか。旦那さん探してるな、小鳥ちゃん。もしかしたら、もしかしたら、結婚した後に向こう養子みたいな、向こうじゃないな、養子に入るかもしれんよ、小鳥ちゃん。未来のお父さんができるかもしれんよ。どんな用事があるかわからないが、誰か一人くらい僕の迎えに来てくれる人がいてもいいのに。私からも聞いていい？え？
ああ、うん。クリストファーの話を聞いてから敵を倒すのが正しいのか私にはよくわからなくなった。そうやな。ロースキはどう思ってる？そのことか。クリスさんの話を聞いてから敵の印象が変わったのは僕も同じだ。とはいえ島の住民から被害者が出るのは避けたい。敵が島民に接触しないよう警戒しつつ、クリスさんが被験体を連れてくるのを待つ。僕としてはそれが一番だとは思うけど。でも本当にそうだろうか。クリスさんたちの研究が人類のためであり、敵に汚染されるのは僕の知らない人間であるとはいえ、被害者が出るのをそれを良しとして待っていいのだろうか。あー、これはもう究極の選択になってきてる。どうなんだこれは。てか凌介が考えなあかんことなのか。今までの多くの病気だってモルモットや他の動物もしくは人間を犠牲にして解決策を見つけてきたはずだ。だとしたら今回だって多くを助けるために犠牲者を出すっていいとは思えないけど、それはそれで仕方のないようなことにも思う。何が楽しいの、楽しいじゃないわ、楽しくはないわこの話絶対楽しくはないわ楽しいはないわ何が正しいのか、そんなもんを僕なんかに分かるはずがない。ああ、選択肢があるかもしれんのか。これこの後どっちが正しい、どっちの道を取るかみたいな感じで。え、いや、ないんちゃうかな。いや、さすがに、なんだろう、え、どうだろう、選択肢あるんかな。これ一本道じゃないんかなって思うんやけどな。ああ、選択肢どっちか選んでも最終的には同じパターンになるみたいな感じになるんかな。いつも通りの選択肢みたいに。どうなんだろう。だったら何が正しい、ただ何が正しい間違っているじゃなくて、僕は自分が正しいと思う考え方を支持するしかない。そうやな。そうだとしたらクリスさんの考えがそうだった。僕はこの島の人たちが敵に触れないように注意しつつ、クリスさんが被験体を連れてくるのを待つのが一番だと思う。そう。納得しているのかいないのか、小鳥は力なくそんな声を出した。そりゃあなあ、犠牲者が出るけんな、どっちにしろ。そう考えたらさ、わあそうなんだって笑顔では言えんわ、さすがに。そりゃそうだ、こんな感じになるわ。エンドがいくつもあるとどうな、エンドがいくつあるとなったらどうするんですか。どうしよう、おいおい考えていくから今は答えを出さない。今の凌介みたいにそういうことにしとこう。考えていこう、ちょっとずつ。エンドが2つ以上あるんかな、これ。僕だって自分の考え方が正しいとは言い切れない。でも同時にこの島の住民としては正しい考えであると言い切れた。危険にさらされているのは自分たちなのだから。それにさ、もしクリスさんのたちの研究がうまくいけば、これから小鳥が戦う必要だってなくなってくるかもしれない。そしたら小鳥はこの島にずっといられるかもしれない。そういうふうにも思えないかな。そうやな、なんか技術的になんかうまく戦う力を手に入れてみたいな。小鳥の顔は難しいまま。僕はその時ふと小鳥に聞いてみたいことを見つけた。ねえ、小鳥はどういう思いで敵と戦っているの？え？最初はそれしかやることがないみたいに言ってたけど、思うけど、今はどうなのかなって。他にやりたいことを見つけたっていうか、友を見つけていろいろやれる状態になってからはどう思うかって話やな。初めて出会ったあの頃、小鳥は敵と戦うことに対して、言われたからやってやる程度のモチベーションしかなかったはずだ。その頃より、小鳥はだいぶ人間らしくなったように思う。今なら自分のしたいことやこれからの先の抱負、将来の夢だって生まれているはずだった。だから今の小鳥に僕は聞いてみたかった。めちゃくちゃ考えてるね。そうやって考えてる時の顔って結構なんか歪んでるんだね君。考えているのか小鳥は黙り続ける。そしてしばらくしてからまた口を開いた。結局初めと一緒だと思う。私にしかできなくて、それはみんなのためになることで、
だから私は迷わず敵と戦うことができた。なるほどな。今もそれは一緒。自分のためにどうっていうのはよくわからない。でもみんなのためにっていうのは前よりよくわかるようになった。え？それは私にとってのみんなが変わったから。ああ、そのみんなっていうか知らんみんなじゃなくてさ、あの涼介ら友達っていう仲のいいみんなに変わったけんな。みんなっていう一言でもあの意味合いが変わってくるんやな、重みっていうが。前までは知らないたくさん、お前、俺が今言ったことを似たようなこと言ってんじゃないよ。いいけど、いいけどさ、全部全部をまとめてみんなだった。でも今私にとってもみんなはここにいるみんなな。俺と同じようなことやな、本当に。似たようなこと言ったな。涼介とか いずきとか夏ゆきとかコラミとか歩とかイーナとか RCH の人とか、そういうみんなだから、そういうみんなのためになることを私はしたい。それ以外の人のことは知らない。知らないっていうよりよくわからない。助けたいと思うのも守りたいと思うのもみんなだけ。私が敵と戦っている時に思うのはそういう感じ。小鳥、そう言ってくれるのは嬉しかった。小鳥にとって僕たちが特別であると言ってくれているのだから。でもだったら僕の提案は小鳥にとってもベストな選択肢であるように思える。そうやな。それでもさっきの小鳥は釈然としない顔つきだった。まあ仕方ないか。犠牲になるのがたとえ知らない誰かだあったとしても心が全く痛まらないということはない。そうじゃ。さっきの小鳥の表情はそういうところから来ているのだと思うことにしよう。涼介、冷める前に食べたい。ああごめん。こんな感じ。夕食を食べ終え、洗い物を済ませると時刻はもう8時を回っていた。さっきから何度かイリナさんに電話をかけているが一向に繋がらない。もしかしたけど、もしかしたけど、イリナさん僕に行けって言ってるんじゃないの？攻めろって言ってるんじゃないの？さてどうしたものか。小鳥は漫画を読んだりテレビを見たりと音信不通のイリナさんを気にしてはいない様子。くつろいでるな。こっちの苦痛を分かってない様子。するとその時だった。え？ああ停電。え？急に室内が真っ暗になった。停電？酔いにもよってこんな時に。小鳥大丈夫？うん平気。次第に目が慣れてくる。停電みたいだね。風で木が倒れたのかな。ふーん、なんか全然怖くなそうだね小鳥。怖い？なんで？なんでって、だって真っ暗だし。慣れてる。ああそりゃあそうか。このくらいで怖がっていたら夜の校舎に忍び込んで得体の知れない敵と戦えるわけがない。そうだよ小鳥ちゃんはな、幽霊見た、幽霊怖いとかじゃなくて自分が幽霊だと思えていた時期があったからね、序盤の方。なんかあれだな。そう思うと僕もだいぶ落ち着いてきた。窓がガタガタ揺れてもどうせ風だしと冷静に判断できる。小鳥って怖いという思うことあるの？ない。そっか。じゃあ今度サイコブレイクっていうゲームやらせてみようかな。なんとなくそんな気はしていたが、さすがだ。怖いってどういう感じ？どうと聞かれてもなんて答えたらいいのものか。まあ普通だったらこういう状態に置かれたら怖いって思うかな。それじゃあ涼介は今怖いの？いや怖くないけど。いや怖くないけど、ちょっと本当は怖いのにさ、あ目を張って怖くないけどって言うような感覚やったな。意味がわからない。なんというか、例えば今ここで一人きりだったら怖かっただろうけど、小鳥が一緒だし、私が一緒だったら怖くない？というか一人きりじゃないから怖くないんだよ。そうなの？うん。そもそもなんで怖いの？そりゃお化けとは幽霊とか泥棒とか出るんじゃないかって思うからじゃない。
それがどうして怖いの？小鳥ちゃんを口説くにはなかなか時間がかかりそうな感じです。いや、口説くわけじゃないけど。暗くて顔はよくわからないが、きっと不思議なそうな顔をこっちに向けているに違いない。だってそういうのにあったら呪われたり殺されたりするかもしれないでしょ。怖いっていうのは命の危機に対する本能みたいなものだし、みんな持っているものだと思うんだけど。ふーん、こいつ本能的に命の危機にさらされたことないな。よくわかっていないような怖い色だ。もしかして小鳥、死ぬのが怖くないの？よくわからない、そういう思いしたことがないから。いつもしてない？戦いようときって。そりゃ僕だってないけど。敵と戦ってて怖いと思ったことは？ない。特等かよ、どんだけ精神ガッチガチに鍛えられてんの君は。でもその答えに嘘はないのだろう。今まで何度か小鳥が敵と戦うところを目にしてきた。その中で小鳥がお見つめられるシーンだってないことはなかった。そんな状況下でも小鳥は恐怖を感じにいたということになる。小鳥だからといえば何となくそれで片付いてしまいそうな気もするが、でもそれじゃダメな気がする。難しいな。あの敵を前にして恐怖を感じないんじゃもう教えようがない。まあ何かの機会にわかると思うよ、きっと。そう、ただ恐怖を知らないとなると自分のピンチすらよくわからないままで突破する可能性もある。そこだけは気をつけてフォローしないと。生きていればきっと怖いと思うこともあるはずだから、その日までは僕たちで支えるしかない。じゃあ今回ちょっと区切りがいいんで、そろそろセーブしてワイドをさせていただきます。やばい、もうあと20秒しかないぜ。あぶな、こういう一区切りできるところがようやく来てくれたって思ったわ。もうちょい長く話がついたらやばかった、生放送終わってた。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回から小鳥ちゃんのことに関してどうなるかな、曲取り戻せるかな。小鳥ちゃんはたくさんの出会いの中で人間味のある思考に変わっていったんでしょうね。それはいいんやけど、一つだけ言わせてもらっていい？結局曲の方は戻ってないんやな。